ジョエル・グリフィスは、オーストラリア・シドニー出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。アダム・グリフィスとは、双子の兄弟であり、2歳年下の実定、ライアン・グリフィスもサッカー選手。1997年、NSL 所属のシドニー・ユナイテッド FC で、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせる。1999年には、 U-20 ワールドユース、ナイジェリア大会に出場。その後当時所属していたクラブの財政破綻により、イングランドのリーズユナイテッド等を経て、2006年より入滑するユナイテッドジェッツ FC に移籍。クラブでは、右ウィングとして活躍し、2007年から2008年シーズンには14得点を、上げエリーグ得点王に輝き、その活躍により、 シーズンに MVP の栄冠も手にする。2008年からは、得点能力の高いフォワードを求めていた、ピエール・リトバルスキー監督の強い要請に応えてアビスパ福岡でプレーする。しかし契約に関しては、A リーグ得点を及び MVP を獲得するほどの、選手のため、入ッするジェッツ側もシーズン中の移籍ましてや、 完全遺跡などは認めず、4ヶ月という短期的な期限付き遺跡での所属となった。その福岡では、a s FW として期待されるが、3年ぶりにオーストラリア代表に招集されると、シドニーで行われる国際親善試合に参加するために5月18日の対横浜 FC 戦を最後にオーストラリアに帰国。 結局そのまま日本へ戻ることなく、同年6月末、レンタル契約満了に伴い入荷するジェッツに復帰。同年8月に、弟のライアン・グリフィスが所属する北京国安へ、レンタル移籍し、兄弟でプレーすることとなった。ありがとうございます。